スコットランドゲール語は、スコットランドで話されるインドヨーロッパ語族のケルト系言語である。ゲール語では、ゲイリグと綴り、から育児と発音する。スコットランドにおけるゲール語の使用は5世紀のスコット族の入植に始まるとされるが、それよりも前からスコットランドに住んでいた、ケルト系のピクト人もゲール系言語を話していた、可能性を指摘されている。 そのスコット族はアイルランドから入植したので、アイルランドとスコットランドのそれぞれのゲイル語は同じ起源を持つと考えてよい。ゲイル語は18世紀中盤にキルトやバグパイプと共に禁止され、使用が再び許された後も学校における英語教育の徹底が図られた結果、その使用は徐々に衰退したが、現在もスコットランド西海岸並びにヘブリディーズ諸島などで話されている。 スコットランドのゲール語にはかつて数多くの方言が存在したが、話者の減少に伴いその多くは消滅し、そうしたものは文章や録音でしか確認できなくなっている。その一方で、各種メディアや学校教育で汎用される一般的ゲール語の普及により、徐々に地域差は小さくなっており、昔ながらの単語や表現が失われ、英語の単語をそのまま混用したり、 英語風の表現の導入も進んできている。現在、ゲール語を推進する団体がいくつもあり、BBC でも、ゲール語専門局並びに、同テレビ局の放送時間の一部を当てて、多数のゲール語番組を放送しているほか、スコットランド議会が2005年から、ゲール語公文書に使用することになった。また、地域により、学校の授業にゲール語を取り入れている学校も数多くあり、 スカイ島のゲール語大学スールモールをステークでは全授業をゲール語で行っている。2020年7月2日、イギリスの研究グループは今後10年以内に言語が消滅する可能性があると発表した。原因は1980年代から続く和社の急言と和社の高齢化、孤立化だという。言語としてはアイルランドのゲール語に告示するが、文字、文法、 用法、単語のいずれも違いがある。表記には、ラテンアルファベットを用い、a, a, b, c, d, e, A、回 g, h, i, l, m, n, o, p, r, s, t, u と、その小文字が使われる。名詞には、性があり、不定関詞はない。形容詞は比較級と最上級があり、名詞を修飾する場合は一般に、 名詞の後ろに置く。数は二十進法。名詞は、主格、所有格、古格、予格を取り、単数型と複数型があるが、複数型は3以上に用いられる。文章の基本構造はベソ型あるいは VSC 型を取るが、死語のないボーカル型、動詞のない SO 型も、文系として存在し、汎用されている。簡単な敬語表現を持つ。詳細は、 スコットランドゲール語の文法を参照。2001年における、スコットランドのスコットランドゲール語話者文布、2011年における、スコットランドのスコットランドゲール語話者文布。ありがとうございます。